はい、皆さんこんにちは、奥ちゃんです。今日はですね、関東圏から行ける日帰りツーリングスポットということでやってきました。霞ヶ浦です。本日はですね、霞ヶ浦の行方市側というか、まあ霞ヶ浦の東側ですね、東側の、湖畔をですね、ちょっと行きたいと思います。今日はちょっと冬で朝は寒かったんですけども、今ここに着くと、まあ、風もなく、まあ、本当に暖かい感じはします。まあ、本日もよろしくお願いいたします。さあ行きましょう。ここは湖岸道路というのかな、まあ、湖岸沿いにずっと走ってる道路ですよね。まあ、特に遊歩道とか自転車専用道路にはなっていないんですね。通常の生活道路の一つになってます。本当はね、ここの湖岸道路はね、ちょっと小排気量のねバイクの方が本当はいいんですけどね、こんなリッター SS で来るようなところではないと思うんですけども、本当に小排気量でトコトコと、のんびりと走りった方が、いいかなという感じはしますね。あ、これ桜の木か。桜の咲く頃はすごいだろうね。見応えありそうだな。のんびりとカモが泳いでるね。レンコンか。今日は本当風もなく適度に暖かい、ツーリング日和だね。本当にのんびり走るのはいいね。本当原付でもいい感じだな。これって消波ブロックなのかな、防波堤というか、まあ、それだけ霞ヶ浦荒れると結構荒れるんだろうな。パッと見海みたいな感じだよね。まあ、琵琶湖もそうだけど、琵琶湖の地元の人は琵琶湖のことを海って呼ぶもんね。サイクリングいいな。サギが何考えて立ってんだろうね、あれ。小さな漁港がたくさんあるね。霞ヶ浦っての漁業って何取ってんだろうな。あ、ここからなんか良さそうな感じ。カラスじゃないな、カモや、カモ、カモだ、カモ黒いからカラスかと思ったらカモだった。ここいいな、見晴らしもいいし。ちょっと止まって写真でも撮るか。あ、ここ気持ちいいわ。ちょっと写真撮ります。
暖かいね。あーでもなんかのんびりするな。本当に小排気量で走りたいな。ここはもう原付か原2ぐらいでちょうどだね。僕もちょっとここ入るかな。霞ヶ浦いいね。本当に風もなく暖かい。最高。優雅に浮いてるね。うわすごいいっぱいいるな。また小さいんだね。まあここはちょっとマス2で来るとこじゃないやな。ソロで一人でのんびりと走るのがいい感じだよな。気に入ったところがあったらふっと止まって写真撮って。おお、カモが等間隔に並んでるぞ。あー本当にいいなここ。人がいないからいいね。霞ヶ浦、東岸を走ってきました。関東圏から来れる日帰りツーリングスポットとして、ここをちょっとご紹介したんですけども、まあ、今日はもう東岸だけだったんですけども一周してもいいかなと思います。で私は今日はSS で、リッター SS で来たんですけども、できれば原付とか原2ぐらいで、回るとことことですね、回るのが一番のんびりしていいかなというふうに思いました。まあ、今日みたいに非常にあったかい、無風の状態の時ですとね、非常に走りやすくて気持ちよかったですね。はい、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。では次回の動画でお会いいたしましょう。それではバイバーイ。